皆さんこんばんは。こちらは、どんないの放送局の日本語のニュースでございます。首相は2013年に、地雷を30%悲劇下げたくる決定したと公表しました。これにより、多くの企業は生産事業促進に向けて多くのリソースを与える可能性があると考えられます。 財務省は今年の次第30%を引き下げること、次第直収総額は約3兆5000億ドン直接下がると評価しました。労省によりますと、財務省の直接徴収機関である税務所協区は、中央直下中、少子の税務協に、現地の税務特局に、収職決定台25をたたちに、 展開するよう要請する文書第8号を発行したということです。給付金の需給を目的とする合申告を防止するよう監督検査を休暇すると受け加えました。2013年第4四半期には農林水産物中の期間年間例年総数額を530億から 546億ドルに達する目標に農業部門は一か拡大を促進し、原材料供給源を確保しているということです。沖縄産業の輸出中の景気回復の意気拝柄がまだ鈍くまっている背景に農業産業における生産、環境労働、精神は 極めて励みになりますせっかく米産業は今年の際立った業績になると見られます今後年末にかけたはこれらの商品が加速する期間であり今年のせっかく米産業の輸出額は確保削除となりそれぞれ50億ドルから40億ドルになると予測されています 教育訓練層は11月25日、全国優秀学生選抜中試験規則に関する2013年第17号、チュタチュー第17号で注目すべきのポイントは、全国優秀学生選抜中試験の受験者数を増やすことです。 具体的には、各受験学校は各チームに最大10人の受験者を登録することができますが、ハノイ市とホチムン市だけでもチームごとに最大20人の受験者を登録することができます。教育訓練賞は地域及び国際オリンピックの技術を確実に順守するために優秀な 学生を選択するために国家試験の賞金率を高めるということです。したがって60%が慰め賞以上を獲得しました。その中に1賞、2賞、3賞の合計週は商品合計の60%を超えず、1賞週は商品合計の5%を超えません。 米国はバレスチナのハマス運動との街においてイスラエルを支援支持する動きへ見せています。アントニー・ブーリンケン米国チュートム長官は夕方12日にイスラエルを訪問しロイド・オースティン米国傍長官も夕方13日に到着する見込みです。 ブリンケン氏はイスラエル訪問中にイスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首長と会談しました会談後の喫茶会見でロシアはイスラエルに実践を求める一方米国の支持も改めて表明しましたブリンケン氏は夕方中13日ヨルダンのアブロラ国王及びヨルダン側西岸 パレスチナ自治セフ・チョカンマフムドアッパスシート、ヨルダンで会談し、紛争の拡大を防ぐ解決策を見つける予定です。10月中13日には、米国防長官がイスラエルを訪問し、ネタニヤフ首相と会談する予定です。オスティン氏は訪問前、ブーギン米軍はイスラエルへの安全保障支援にいかなる条件も、 設定ししていないなと述べました北朝鮮は10月中12日、米国が朝鮮半島に展開した戦略水産に対して、最速下中最も便利な先制攻撃実施すると強調発表しました。 夕月1二日に米国の原子力空母 USS ロナルドレーガンが韓国南東部の釜山湖に入港しましたこの事件への対応と思われる動きとして 北朝鮮中央中心は連絡し戦略資産展開は核使用のない核戦争軍事情発中だと論評で頻繁しました。記事でこれらの戦略的資産が極めて危険な外気に入ったことについても警告しています。北朝鮮は昨年採択された核原則により、露国は核兵器の先制使用など 必要な頃を取ることが可能になったと宗教しましたご静聴ありがとうございました